リー・マービンリー・マービンの息子たちは、アメリカの俳優リー・マービンに捧げられた冗談メーター、秘密結社である。この結社に入るための唯一の資格は、リー・マービンの息子と言って通じるくらいに、彼に外見が似ていることである。創立者である映画監督のジム・ジャームッシュは、もしリー・マービンに似ている人がいれば、彼はリー・マービンの息子たちによって即座に、 リー・マービンの息子たちの一員だとみなされるだろう。と語っている。ジャームッシュ以外の創立会員には、トム・ウェイツ、ジョン・ルーリー、リチャード・ボーズなどといった俳優やミュージシャンが含まれていると言われている。ニック・ケーブは、ジャームッシュの兄弟だと、勘違いされたことがきっかけで会員に入れられた。映画監督のジョン・ブアマンは名誉会員であり、ウェイツがデザインした結社の凝った名刺が渡されている。 会員には他にも、サーストン・ウーアや、イギー・ポップ、ジョシュ・ブローリンにニール・ヤングなどがいると考えられているが、この結社は、内部事情を公表していないため誰も、正式に会員だとは、公言されていない。結社の会員は時々集い、リー・マービンの映画を一緒に鑑賞すると、考えられている。また南太平洋に支部があると噂されている。結社の会員たちはメディアを通じて、 ジョークを語り続けている。1986年にトム・ウェイツは結社のことをエルクスクラブとアカデミー受賞式のどこか間にあるものだと述べニューヨーク支部の毎年恒例の集いでジャームッシュに会ったと語っている。1989年のインタビューでジャームッシュは結社は存在すると認めること以外は俺は結社について語ることはできない。会員の中にはトム・ウェイツ ジョン・ルーリー、リチャード・ボーズの三人がいる。リー・マービンに顔が似ていることが入会の条件であり、よって、女性の会員はいない。広報や、秘密の集いなどもあるが、それ以上のことは話せないと説明している。また、1992年のインタビューで、ジャームッシュは、リー・マービンの本当の息子であるクリストファーが、バーで、トム・ウェイツに出会い、結社の存在について、文句を言ったと語っている。 6ヶ月前に北カリフォルニアのその間郡にあるバーにトムウェイツが立ち寄ったらバーテンダーがあんたトムウェイツだろあそこの男が話があるってよと言ったらしいそこでトムがバーの暗い片隅に行くとそこに座ってた男が座れよ話があると言ってきたこれでトムは少しつっけんどんになり俺と何の話がしたいんだい俺は お前のことなんて知らないぜと返した。そこで男が言うには、このリーマービンの息子たちっていう馬鹿な話は何だそれは秘密結社で、俺は何も話すことができないとトム。気に入らねえなと男。あんたに何の関係があるんだ男が言うには、俺はリーマービンの息子だ。そして彼は本当にそうだった。彼は結社のことを無別的だと考えていたんだが、そうじゃない。これは、 リーマービンに対する純粋な敬意から生まれたものなんだ。ジムジャームシュ1992年6月のインタビューより、ありがとうございます。